遠望した今,井橋今井橋は、東京都江戸川区と千葉県市川市を結ぶ旧江戸川に架かる東京都道、千葉県道50号東京市川線の橋である。旧今井橋の橋脚跡,跡現在の橋は1979年に完成。それまでは、現在の橋の50メートルほど、上流側に1951年完成の片側、一車線のコンクリート製の橋があった。 しかし、交通量の増加により老朽化が進み、付近に慢性的な交通渋滞が起こること、さらに橋脚の間隔が狭く、川を航行する船が衝突して、修繕工事のために片側車線が閉鎖されることがたびたびあったため、掛け替えが行われた。急遽は歩道用として残す案もあったが、航行する船の問題もあり撤去された。 今でも一部残された橋脚の跡が干潮時に、干上がった砂地に見られる。現在でも急遽の名残として、行徳街道分岐集団の市川市愛の川一丁目の交番に、今井橋交番と名前が残っていたり、江戸川区側の篠崎街道に交差点の痕跡が残っている。また1968年頃までは、現在の今井橋の西詰め付近に、 東京都営トロリーバスの折り返し場があった。1951年以前には、同じ場所に、大正元年完成の木造の橋があったが、増水時橋が流される危険があったことや老朽化も、あり、今井橋が架けられた。さらに、大正元年以前にはここに、今井の渡しと呼ばれる渡し船があった。なお、今では、高架橋で、篠崎街道と今井街道を立体交差で通過し、 新中川に架か,かる新今井橋に結ばれている。現在は、京成バス随75系統が、南行徳駅及び新浦安駅へ乗り入れているが、旧今井橋の時代には、元八幡駅からバスが出ていた。今井橋1951土木、学会附属土木図書館今井橋1912。 土木学会付属土木図書館 http コロンスラッシュスラッシュ www.jcpres.co.jp スラッシュ wp01 スラッシュ p イコール 27654? ありがとうございます。